はい、協会憲法の平成27年4月分からの健康保険料率なんですが、大阪府の場合は健康保険料率が 10.04% ですね、 10.04%。 それで40歳以上65歳未満の方の場合は別途介護保険料率が 1.58% かかりますから、合計で 11.62% になります。健康保険料、介護保険料は会社と被保険者とがですね、折半負担ということになっております。